山圭です。シュウです。ユッキー。はい、今日の動画は今月の購入品紹介。一般的には買い物モチベが下がると言われている2月ですが、いかがだったでしょう。そうなんだね。うん、知らなかった。 SS は立ち上がるけどまだ寒かったりするから、うん、購買意欲は低いよね。だって雪まで降ってんだよ今月、ね、でも春物が立ち上がってるみたいな。わけわかんないよねってみんなは思うんだよね、うんうん、そんなわけわかんない中でも買いましたよね。はい、特に雪。そう、まあね、あの人見てるからね、みんなモチベ下がってんのって思っちゃった。今回ちょっとやばいっす。やばい。感覚を狂わしてきたよね。今回ユッキー会らしいんで、もうちょっと楽しみに待ってます。だってあそこに山があるんですよ。アメリカのクリスマス。わかる。俺も思った。一体僕たちがどんなアイテム買ってきたのか、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。じゃあ比較的しょぼめの僕から行ってみようよ。しょぼいとか言うなお前。じゃーん、こちらでーす。はい、2つのアイテムに見えるかもしれないけど、これ1つのアイテムなんです。はい、スプリングコート大集合の時にも紹介したんですけども、こちらハレのコートです。コートというもののショートブルゾンとロングジレに分かれてるアイテムで、だからブルゾンだけでも着れるし、ジレだけでも着れるし、ジレの上からブルゾン着れるし、ブルゾンの上からジレも着れる 4A なアイテムなんです。つまり 75% オフ。もうさ、半額とかだったらさ、うわきっしょと思ってたけど、 75% オフまでいくと笑けてくる。まあ、お値段は29,700円、うん、込みでね、ちょっといいお値段はしますけど、4通りの使い方ができるって考えると、まあお得ではあるよね。うん、まだね、やっぱ僕自身もあんまりモチベーション上がってないんで、なんか1個買っていろんな着方できるものが欲しいなと思ってるところにドンピシャだったわけです。なるほどね、はい、なるほどなるほど。あとなんかさ、ロングジレも欲しがってたじゃん。そう、どっから買おうかなと思ってたんですよ。買えちゃったのよ。そうね。コート買いたいなっていうのと、ジレ買いたいなっていうのがいっぺんにかなっちゃった、うん、いろんなわがままが凝縮されてこれにたどり着いたから。そういうこと。多分きっとこういう人いっぱいいるんだろうね。うん。今月僕これ1点のみです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はね、ちょっと今月持ってくるの忘れちゃったんですけど、本当クソゴミだね。マーカウェアのスウェット、先月黒のカラーで紹介したんですけど、今季のカラーでそれのグレーが出まして、うん、グレーを購入しました。これもね、今写真か動画で出てると思うんですけど、やっぱり質感とシルエット、これが最強にいいですね、このアイテムは。もうマーカのスウェットはもうシエちゃんの中でも確固たる地位を築いてるわけだね。そう、うん、秋冬とかになったらまた多分シーズンカラーとか行くと思う。ああ、でもいいんじゃない。で、まあ来月楽しみにしててください。来月の分まで貯めてターンエンドって感じで。じゃあ今日の動画をおしまいかな。俺ら2人は前座なのよ。前座すぎる。もう今回もうユッキー回だから。じゃあいきます。はい、はい、まず1点目がこのナナミカのニットですね。最近ハーフジップ系流行ってるんで、うん、まあそのニットが欲しいなというところで買いました。で、まあ結構機能感の強いアイテムでして、うん、モヘアが 55% のウールが 15% のナイロンが 30% だからあったかいっす、うん、まあこの時期に買うべきアイテムではないんですけど。そうだね、雪ちょっと降った日あったじゃない。あったね。あの日来てたじゃん。あの時はね、すっげえ暖かかった。だから超羨ましかったです、うん、だけどそれと同じくらい静電気食らったな。まあこれはね、ここの配色がすごい好きで、まあ、結構自分の中でドンピシャだなと思ったニットだったんで、まあ、季節ちょっと外れてるんですけど買いました。まあこんな感じです。あ、いくらいくらいくら。これはね、3万800円です。おお、これで以上でもいいぐらいだよ。2、3点目、はい、こちらですね。ダブルタップスとチャンピオンのコラボのスウェットのセットアップになります。こちらはですね、僕たちでね、うん、抽選に参加して、まあ、そちらちょっと外れてしまったんですけども、うん、発売日にチャンピオンの店頭に並んでくじを引いたところ42番が引けまして買えました。強運の持ち主よ、はい、ポイントはですね、まあ、やっぱりチャンピオンのボディなのですごい生地感がいいです。シアちゃんとかが着てるようなちょっと高いスウェットあるじゃん、うん、あれとかだったらこう結構着心地がすごいいい柔らかさもありつつガシッと感もある感じなんだけど、そうそうそう、このねチャンピオンのやつはやっぱガシッと形がバリッと残るようなスウェットになってます。俺の形は変わらない、お前らがお前らが合わせてこいみたいなっていうスウェットなんですけど、まあ俺はそういう方がカジュアルなんで合わせやすいからまあいいかなってところと、まあ、チャンピオンのスウェット自体好きなんですけど、アップスとのやつはずっと狙ってたんでゲットできてよかったなというところですね。あ、これ両方とも XL です。お値段がこっちが24,000で、こっちが24,000とか、だから両方で5万ぐらい、うん、これも裏起毛なんで、まあそこまで長く着れるものではないですけど、もう今着倒そう、今ガシガシ着よう。はい、こんな感じです。はいはい、4、5点目にこちらの、バブアーと
キャプテンサンシャインのコラボのアイテムを購入しました。はい、こっちがフーデッドブルゾンで、こっちがライナーですね。こちらでセットの組になってるんですけど、2021年の A ラブとかに H に行って友達とこれを見たんですよ、かかってるので、欲しいなと思ってパッて見たら値段がもうめちゃくちゃ高くて買えねえよと思ってたんですけど、僕が働いてるアメリカンラグシーの EC 撮影をしてる時にこちらの再撮影がありまして、あらもうラグシー取り扱いあったんだってところで購入したという感じですね。まあライナーだけでも使えたり、これだけでも使えるんで、まあこの2つ合わせたら真冬でもいけるんですけど、春ちょっとしたライトアウターとして使っていけるかなという感じですね。お値段がライナーが66,000円で、フーデッドブルゾンが83,000円。こちらはねルックブックで紹介したんで、まあそちらを見てもらえればなと思います。概要欄に貼っております。これラストです。はい、ああはい、あのキャプテンサンシャインのバブロンのロングコートも立ち上がりました。おー、なるほどね。そうなんですよ、さっき紹介したのがフーデッドブルゾンとライナーだったじゃないですか。だからこれはロングコートとライナーも使えるという。あ、なるほど。でこちらなんですけど、ちょっとねボタンがセンターじゃなくてちょっと斜めについてるんですよ。まあ、そこがすごい可愛くてですね、まあ、あと本当これ衝動買いなんですよね。お値段がね89,000円。おー、ババアはでも1個持ってたらあのずっと使えるアイテムなんで、うん、まあ今買っててもいいかなというところで買いました。黒のコートはもう俺買わなくてもいいんじゃないかなと思ってる、うん、まあ、1個黒の高いもの持ってたら他の普通のコート買うってなった時に、じゃあこういう色にチャレンジしてみようができるんで購入させていただきました。以上ですね。はい、というわけで今日は今月のコーヒー紹介でした。いかがだったでしょう。多分みんなユッキーのねアイテムしか多分記憶にないだろうけど、もうバブはこんなに見れたのはちょっと贅沢な気持ちになったわ。でも一つだけ思ったのが、この動画を撮る前にバブアルックブックやってるんですけど、こっちの方がみんなの想像してるバブアだったじゃないみたいな。そう、でもあっちの方がキャプシャンやドヤーができるかなと思って。そっちも出せよ。なんかこれはこれで切ってもいいね春。またやんのかよ。来年の春になると思います。それから今年の秋冬だよね。今日紹介したアイテム概要欄にリンク貼れるものは貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。僕たちの SNS 概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひフォローしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ガチャ。来月もいってらっしゃい。